中のシュートはキーパーが抑えました。谷口、まだチャンスは続きます。岐阜左サイド村田、村田から柏木戻してクロスボールをゴール前ヘディングシュート、23番萩尾。完璧なタイミングでした。今シーズンの引退を表明した柏木からの完璧なパス、そして完璧なタイミングで出てきた23番の萩野。